いつでもやれるぜ。あまり目立ちたくはない。さっさと片付けるぞ。うっす。相手を見て拳の振り方を変えるもんだ。受け切れるか。
敵だし手間取ったな。だな。コツつかめたんじゃねえか。おい、ほう、へえ、アロハ。ありがとうございました。よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。よし、歌うか。お前ら、ちゃんと聞いとけよ。地獄で鍋パーティー。さあ、直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。春日、
白魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ。クソリプ送るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな馴染みの具より悪魔好みのお出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた花肉うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底地獄鍋パーティーだ。春日、はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいっす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった、じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。
いろいろご迷惑かけたみたいで、すみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり、人目を忍んで話したかったら、好きに使ってくれて構わん。え、でも、いいんすか？ああ。数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます、店長。おい、お客さん、アロハ。アロハ。お兄さん、ノリいいですね。陽気さが売りなんでね。ところでお兄さん、うちのお店のお客さんですか？初めて見る顔。ああ、春日一番ってんだ。桐生さんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。桐生さんのお友達、めちゃめちゃ素敵だよね。桐生さん、あの寡黙でどこか影のある感じが特に。辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男って感じ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。私としたことがつい熱くなっちゃって。改めまして、私はケイ。このリボルバーで店員として働いてんの。よろしくね、一番。こちらこそ。ハワイには来たばっかりで右も左も分からねえし、知り合いも全然いなくてよ。いろいろ教えてくれると助かるぜ。なんだ、そうなの？それならフレンドになっちゃおうよ。一番はアロハリンクスってやってる？アロハリンクス？
もしかして知らないの？ハワイで人気のコミュニケーションアプリ、すっごい流行ってんだから。コミュニケーションアプリ？まあ、簡単なハワイの SNS みたいなもんだよね。このアプリ最強の売りは、挨拶するだけで相手がフレンドに登録されるところ。ハワイの人って知らない相手でも結構気さくに挨拶するでしょ？だから馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけに顔見知りになったり仲良くできちゃったりするから、すっごい楽しいって感じ。私、よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくは全然周りに馴染めなくて、なんで誰でも私と仲良くしてくれないんじゃ、ダメだよこれとか思ってたりしたんだけど、試しに入れてみたこのアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこよりこっちの方が居心地よくなっちゃった。そうなのか。確かにちょっと面白そうだな。俺のスマホにも入れてもらえるか？もちのろんよ。じゃあ早速インストールするね。へへへ、ありがとよ。じゃあ早速試してみるかな。おい、店先で何くっちゃべってるんだ。買い出しは済んだのか？あ、マスター、ちょうどいいところに。早速マスターで試してみよう。一番。え、マスターもこれやってるのか？ああ見えてバリバリのヘビーユーザーなんだから、マスターに挨拶するだけで OK。 早くやってみて。わかった。へえ、アロハ。なんだかんだでノリいいのがマスターのナイスなところだよね。じゃあアプリを見てみて。きっとマスターが登録されてるはずだから。お、ほんとだ、すげえなこれ。ねえ、楽しいでしょ。プロフィールで挨拶した相手のことを知れるし、困ってる人を助けたりとか、お店を利用したりしてもフレンドの輪は広がってくの。一番もこれでもっとこの街のことが好きになれるはず。いいな。よし、じゃあ積極的に交流してみるとすっか。目指せフレンド100人超えなんてな。一番なら意外とすぐ達成できるかもね。おい、そろそろ仕事に戻るぞ。はい、じゃあ私そろそろ行くね。ねえ、またな。おう、そうだった、大事なこと忘れてた。え、なんだよ。フレンド登録、フレンドになるんでしょ私たち。バイバイ一番、またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。おお、もちろんだ。See you。 よろしくな、マイフレンド。
わかりました。準備はできてるぞ。